ることになりかねませんので、ご協力をお願いいたします。そして3つ目は写真撮影についてのお願いです。ベルーガたちの写真を撮影する際にはフラッシュの出ない設定での撮影をお願いします。フラッシュを巻いてしまうとベルーガたちが突然の光に驚いてしまいますので、こちらもご協力をお願いいたします。さあ、それでは早速ベルーガの公開トレーニングを始めていきたいんですが、その前に今こちらを泳いでいるベルーガたちが野生では一体どのような生活をしているのか、簡単ではありますが映像を使って皆様にご紹介していきたいと思います。それでは現状をご覧ください。ベルーガたちが生息しているのはこのようにオーロラの見える北極周辺の海です。国でいうと大体ロシアやカナダのあたりです。北極周辺の海はとても冷たく、冬になると海全体が氷で覆われてしまいます。そしてその氷の上にはベルーガの天敵でもある北極グマが生息しています。ベルーガは私たち人間と同じで肺で呼吸をする生き物です。なので時々このようにして氷の張り目から息継ぎをし上がっておかなければなりません。そういった際に先ほどの北極グマなどの天敵に襲われやすくなっていると言われています。さあ、そして季節が変わり夏になるとベルーガたちはある場所へと移動していきます。その場所というのは水深の浅い河口付近です。ではこんな大きな体のベルーガたち、水深の浅い場所で何をしているのかというと、実は1年間の赤や古くなった皮膚を川底に縫い付けて落としているところなんです。映像の黄色になっている部分が古くなった皮膚や赤です。先ほどの映像のような野生での姿を思い返しながら今回の公開トレーニングをお楽しみください。それではトレーナーの登場です。最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、それでは早速公開トレーニング始めていきたいと思います。今回は6頭飼育しているうちの3頭が公開トレーニングに登場してくれます。それでは順番に紹介していきたいと思います。さあ、まず最初にご紹介するのはですね、現在プール左手の方のお客様の目移動してご挨拶してくれるベルーガ、こちらのベルーガの名前をカーニャと言います。カーニャは現在推定年齢が24歳になったメスのベルーガです。さあ、そして続いてご紹介するのはプール右手、私の目の前でこちらふたと浮かんでいるベルーガ、名前をミライと言います。
はベルーガたち生まれてきてからすぐは真っ白ではないんです。生まれてきてから約10年ほどはこのように体が灰色なんですね。それが成長するに従って徐々に白くなっていくというわけなんです。なのでベルーガたちは体の色を見ることで大人か子供かを見分けることができるんです。さあ一つ目の特徴、体の色についてご紹介しました。さあそれでは続いての特徴、ベルーガの背中をご紹介していきたいと思います。さあ皆さん、ベルーガの背中観察してみてください。何か物足りない気がしますよね。さあ今ちょうど右手奥ではカーナが背中を見えやすいようにしてくれています。さあベルーガ、イルカやクジラの仲間なんですが、他のマッドイルカなどと比べてみると何かが足りませんね。実はベルーガたちの背中には背びれがないんです。ベルーガたち
が滑らかに、そして90度以上動くのは少し珍しいことなんです。そしてですね、こちらのミライはなんと首をぐるぐると回すことができているんです。さあ、大きく回してくれています。天井の映像にも映っていますね。さあ、激しく回っています。外にいるバンドウイルカなどは早く降りるために首の骨が固定されていると言われています。しかし、ベルーガたちあまり早く泳ぐことができない代わりに、このように首を動かすことで氷の周りを浮かせていくことができるのが氷の特徴なんですね。さあ、ベルーガの6種目首振りご紹介しました。さあ、それでは続いての6種目水吹きご紹介していきたいと思います。ベルーガの口はベルーガたちは外にいる